どうも、高弘です。今回の、キング突破ですね。僕のこのハイエース。はい。このハイエースのルームランプをちょっと LED に変更しようと思います。はい。というのが、今ね、ついてるのが、この標準のやつになるんですよね。こんな感じ。オレンジ色の。これ。これね、やっぱりね、夜になると、見にくい。しかもね、もう僕この下が黒かったりするんで、夜ね、釣りから終わったりするとすごく、見にくいんですね。なので、ちょっとこのハイエースを購入した時から、LED に変更したいなとは、ずっと思ってたんですけど、そんなこんな思ってたら、僕ね、ちょっと前に、このハイエースで、雪山にね、登るっていう動画をちょっとアップしてるんですけど、それをね、ちょっと見ていただいた、車やね、バイクの、ヘッドライトとか、LED のヘッドライトとか照明をね、扱ってる、ボルダンという会社の方から連絡をいただいて、まあ、うちのね、ルームランプ、LED のルームランプ使ってみませんかというお話をいただいたんですよね。なので、もうそんなのね、ほんと、ルームランプの LED 欲しかったんで、ぜひお願いしますと。いうとこで、そしたらちょっと送っていただいて、はい。そのね、URL は僕のこの YouTube の、概要欄に貼ってますんで、詳しくはぜひそちらから、見ていただけたらと思います。はい。ではね、今回ちょっと送っていただいた、ルームランプ、ちょっとそれをね、紹介しようと思います。はい。こちらですね。こちら。ボルダン。はい。純正ホワイト、取り付け簡単、専門車種対応、明るさ 200% プラス、説明書付きというとこでね、あなた様のカーライフ、楽になれと書いてあります。はい。こちらをね、ちょっと開けていきます。こんな感じ。まあ、これ説明書ですね。はい。こんな感じで分かりやすく説明書も付いてるんで、取り付けは簡単だと思われます。はい。こんな感じでね。はい。ちょっと下を置きます。で、この下に、その商品があるんですけど、あ、こんな感じか。こんな感じですね。はい。ハイエースのね、LED のそのルームランプ結構あるんで、場所が。こんな感じで置いてます。この下に、こんな感じで、真ん中の一番大きなルームランプあるんですけど、で、これがあれですね。ルームランプを取り外す。ヘラになるんだと思うんですね。こんな感じで、ここにこう、引っ掛けて、こねて、外すというものになるんだと思います。こちらが。はい。これをね、早速ちょっとつけていこうと思います。はい。ではですね、早速ちょっと取り付けていこうと思います。これからいってみます。まずこれから取り付けていきます。これですね。はい。これを取り付けてみます。まずこの変容のヘラで、ってやっちゃうと、こんな感じで取れるんですね。まあ簡単に取れたんですけど。で、この中にある、こいつ、純正の玉ですね。これを、ポチンとやってやると、これを引っ張ってやると、あ、取れました。これですね。これが純正のやつですね。まあ、これは置いといて。で、これですね。これを、ここに取り付けていくんですけど、もう同じような感じで、ここに刺すんだと思うんですね。はい。こういう感じで。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで。ちょっとでかいけどいいかな。もうこんな感じで。刺してやると。あ、ついた。こんな感じね。つきました。はい。明る、めっちゃ明るいっすわ、これ。こんな感じ。はい。で、ここにあるテープを剥がしてあって、両面テープになってるんで、べちゃっと貼ってやれば、装着というとこです。ちょっとね、今まだテープは貼りません。はい。ちょっと、これで。あ、できた。これは明るいわ。こんな感じ。はい。こんな感じで、リアのライトはできました。はい。次に行きます。次はそうだな。前行ってみようかな。はい。次はね、これ行ってみます。フロントのやつ。これは、さっきのこの
ヘラだとちょっとねこじれなかったんです。で、説明書とか見てみると、ドライバー、マイナスドライバーでやってくれって書いてあったんで、これ。はい。マイナスドライバーでちょっと、こねてみます。ここをね。あ、取れた。取れましたね。はい。こちら。この中にもこの玉があります。これを、交換していくっていう感じですね。はい。ではね、これは、ちょっと見ていくぞ。ここを引っ張ってやって、この玉をこう回転させてやれば取れるっていう書いてありました。映ってるかな。映ってるかな。これをこう引っ張ってやって回転してやると、取れました。はい、こんな感じで、ね、取れましたね。はい。映ってるか。差し込んでやって回して取れない。でここにこう収めると、よいしょ、こんな感じ。ついた。こんな感じですね。ついた。すっげー明るい。全然違う標準と。はい。こんな感じですね。はい。では、リアの、リアとか真ん中の、この、一番大きなやつを変更していこうと思います。まず切って。これもね、こんな感じで。なんか、マイナスの方が良さげなんで、はい。マイナスのドライブちょっと起こしていきます。ちょっと両手塞がるんで、外れました。はい。こんな感じになってますね。はい。こうですね。これも結局この玉を取ればいいだけなんでしょうから、ちょっと取ってみます。はい。標準のやつですね。この標準。で、大きなやつですね。これになるんで、これをちょっとつけていきます。はい。ちょっとまた上向きますね。同じく、ここへ、こいつをね、ここへ差し込むだけだと思います。向きは、こうか。これで、蓋をしてやれば。わぁ、めっちゃ明るい。これはやばいわ。こんな感じなわけですね。めっちゃ明るい。これはすごい。はぁ、あ。今、昼なのにちょっと目が痛いぐらいですわ。へぇー。すげぇ。はい。で、ラストがね、ラストなのが、ここ。ここですね。これが、まあ、この、どちらかになるんですけど、ちょっと開けてみましょう。これももうさっきのマイナスいっちゃおう。取れました。はい、こんな感じですね。こんな感じ。これがね、どうなるんじゃ。これか。大きさ的にこれですね。まあこれもね、純正のこれを取ってやって、こいつを刺すだけ。こうかな。カバーをしてやればこんな感じでできました。できました。はい、こんな感じです。はい。今、午後3時なんですけど、午後3時のこんな明るい中でもはっきり目立つぐらい明るい。はい。LED ルームランプですね。はい、やっぱ変更してよかったです。はい。実際ですね、暗いとこで、点灯してたら、どんな感じになるかというのを、ちょっと今からお見せしようと思います。どうぞ。
どうでしたでしょうか。実際ね、暗闇で見るとこんなに違うのかという感じでしたね。はい。今回のね、はい、こちら、気になる方はですね、僕の、YouTube の概要欄に URL をね、貼ってますので、そちらからぜひチェックしていただけたらと思います。はい。ではですね、今回のキングトップチャンネルはこの辺で終了しようと思います。はい。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。はい。では、ありがとうございました。また次回。